はい、アラフィーのユミミンです。今日は私の、理想とする岡部友さん監修のフィットネスエンジェルショー2019を見に来て、今ですねこちらの方東京ビッグサイトの方に着きました。ただ今日の会場特設会場ということで隣の 青海駅の方にあのカラスが入るところだそうです。カミカミです。じゃあとりあえずバスに乗ってそちらの方に移動します。ハッピーアワーがやってるのでこちらの方に行きたいと思います。後ろの方にフジテレビがありますね。あちらの前でもうちょっと日がかけてくるとレインボーブリッジの夜景が綺麗かなと思います。では行ってみましょう。アクアシティです。この感覚いいね。いいですね、東京って感じですね。
と30分以上歩いてやっと着きました。タイムサービスもあるけど、ハッピーアワーになんとか間に合いました。窓からはもうすぐ夕暮れが見られる展望ブリッジが見えます。ムールアイが届きました。こちらちょっとレモン絞っていただいてみたいと思います。今日のフィットネス映像は、すごい、なんでしょう、みんな細くって、去年までそのまま全然ちょっと違かったんですけど、私も来年チャレンジできたらいいなと思ってます。こちら、こちらいただいてみます。あ、すごい。バジルとか、トマトとかもある。オリーブオイルが効いてますね。美味しいです。塩味もあります。お酒が進みそうな感じです。はい、こちら、エビとアボカドのサラダですね。790円になります。ちょっとこちらもいただいてみます。卵とかも入ってますね。アボカドが大好きなので、ちょっと卵と、実はトマトが苦手なんです。あと生の玉ねぎもあんま得意じゃないので、ちょっとそれを外して食べます。サウザンサラダが付いてますね。サウザンカロリーちょっと高いんですけど、今日はブレイコっていうことでいただいちゃいます。アボカドも、サイゼリアのドレッシングっぽいです。サイゼリアと一緒にされたの。はい、続いてきましたのがこちら、カルパッチョ三種盛りです。980円ですね。こちらのカツオの出汁でなんか作ったアワラ、それこれを混ぜて食べるみたいです。じゃあちょっとここからグッとマグロからちょっといただいてみますね。アワをこうやってアワレを、あ、本当にカツオの出汁の味がします。面白いですね、新食感です。本当にご飯にするってちょっと本当に斬新ですね。美味しいです。簡単暗くなってきました。今日も行ったら地方行ったんですか。はい、すごい可愛い、なんかうずらの卵ですね。こちら見てください。なんか燻製の風味とカレー風味とトリュフ風味っていうので、これうずら、あの器も食べれる感じですね。ちょっとトリュフからいってみようかな。いただいてみます。トリュフ、あの剥いた後に、剥いた後にちょっと味付けをしてる感じですね。ちょっと食べてる途中なんですけど、パスタの器も食べてみたいと思います。味は全然ないんですけど、おつまみには最高ですね。はい、では次カレー味ですね。カレーはね、若干カレーの味がします。実はなんかこの中にスープ、ちゃんとなんかいろいろ入ってて、巣ごもりみたいになってます、ちゃんと。